こういうのもたまにはいいもんだ。アルゴがそんなこと言うなんて少し意外だな。そうか？お姉さんだって時には寂しいぞ、キーボ。 SAO と比べてお前と会う機会も結構減っているしな。まああの頃と違ってずっとログインしっぱなしってわけにもいかないし。いや、それだけじゃないと思うな。え、他に何かあるのか？俺っちとしてはそっちにも原因の一端があると睨んでいるぞ。俺とアルゴの会う時間を減らす原因、いや全然思いつかないな。自分の胸に手を当てて、いや自分の周りの光景を思い出してよく考えるんだな。周りの光景？そうだぞ、何か見えるんじゃないか。普段はフィールドと、それとみんなかな。そうだ、まさしくそれだよ。周りの女の子がどんどん増えているからお姉さんに当てる時間がないんじゃないか。そんなわけないだろ。どうせ俺っちには情報屋の仕事もあるし、他のみんなほど一緒にはいられないよな。わかったよ。今後はアルゴとの時間をもっと作るって。わかればいいんだよ。今日はいろいろ疲れたぞ。確かに眠そうだな、アルゴ。仮眠でも取ったらどうだ？いや、それは断るよ。なんでだよ。寝ちゃったらお前をからかえないじゃないか。それが目的なのか。反応が面白いからついついからかいたくなるのさ。まあアルゴが何をするかはこの際置いとこう。仮眠を取った後も俺はここにいるから寝ちゃっていいよ。俺っちが寝ている間に変なことしようとしてないか？変なことってそんなのするわけないだろ。お姉さんの寝顔に魅了されていけない気持ちが芽生えないとは言い切れないぞ。それじゃあ絶対に寝ないってことでいいのか？いや、寝ている間ずっとこうしてくれれば信じるよ。ん？手をつないでればいいのか？ああ、これで変なことはできないだろ。わかったよ。アルゴが寝ている間はずっと握っているって約束する。これでお姉さんも安心して寝れるぞ。俺っちの顔をジロジロ見てどうしたんだ？いや、アルゴって改めて近くで見ると。なんだよ、はっきり言ってみたらどうだ？ヒゲもあるせいか、なんか小動物っぽいなって思って。何を言われるかと思えば、何なんだ、小動物っぽいって。ちょっと思っただけだよ。いや、小動物に似ているってことは、つまり、リスやウサギのように可愛いってことか？そうなるのかな。にひひ、認めたな。なんで近寄るんだ。可愛い俺っちの顔をもっと近くで見たいかと思ってな。可
完全に遊ばれている。顔が赤いぞ、キーボー。ほらほら、可愛いお姉さんだぞ。こんな、こっちだって。なんだ、反撃する気か。もちろん。ほら、よしよし、可愛いな。うん、頭を撫でるな。俺っちは子供じゃないぞ。いや、ちょうどいいところに頭があったからさ、ペットみたいで可愛いなって思って。そう来たか。なかなかやるな。俺だっていつまでもからかわれているわけじゃないぞ。ずいぶん疲れているみたいだな。ちょっと夢中で攻略を進めちゃってさ、おかげで眠いんだ。だったら少し寝たらどうだ。そうしたいけど熟睡しちゃいそうで。なら寝落ちログアウトをする前に俺っちが起こしてやるぞ。本当か。じゃあお願いしようかな。お安い御用だよ。それじゃあお休みだ、キーボー。なあ、お休み、アルゴ。おい、キーボー、そろそろ時間だぞ。おはよう。なんで俺はアルゴに抱きついているんだ。俺っちに聞くな。寝たと思った瞬間に寝ぼけて抱きついてきたんだからな。本当か。悪い。まあ、不慮の事故だと俺っちも許してやるぞ。は？でも俺が寝てから結構時間経っているな。途中で無理やり引き剥がしてくれてもよかったのに。それはちょっとお前の寝顔を観察していたんだ。寝顔？うん、ただの情報収集だよ。気にするな。いや、俺の寝顔に価値なんてないだろ。知らないのか。一部のマニアには凄まじい価値があるって噂だぞ。そんなマニアが本当にいたら会ってみたいよ。もう会っているかもしれないぞ。最近情報屋の方はどうなんだ。順調だぞ。ま、そのせいで結構忙しいけどな。へえ、嬉しい悲鳴ってやつか。ああ、さっきも何件か依頼を済ませてきたところだ。そうか、毎日疲れていそうだな、アルゴ。なんだ、俺っちの心配をしてくれるのか。アルゴは大切な仲間だからな、心配するのは当たり前だろ。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。なあ、この際だから仮眠でも取ったらどうだ。いいのか。ああ、俺のことは気にせず寝てくれよ。ふーん、それじゃあ少しだけな。ああ、おやすみ。ダメだ、全然眠れないぞ。何が原因なんだ。そうだな、枕がどうも俺っちに合わないみたいなんだ。枕か。でも別の枕なんてないし困ったな。いや、別の枕ならあるぞ。アルゴが持っているのか。そうじゃなくて、ここにあるじゃないか。おい、それは俺の腕だろ。って腕枕をするつもりなのか。ちょっと借りるな、キーボー。おお、
これは、なるほど、ちょうどいいな。これで本当に寝られるのか。早いな。快適な睡眠だったな。ちゃんと休めたようでよかったよ。お前の腕は気持ちよく眠れるな。これはいい情報を手に入れたよ。そんな情報ただでも売れないだろう。いや、これは10万コルだな。10万コル？そんなの高すぎて誰も買わないだろ。中にはマニアがいるからな。お姉さんは安いくらいだと思うぞ。